川下佳子先生のコンサルティングを受けようと思っていた時に抱えていたビジネス上の悩みというのは、やはりなかなかお教室を知っていただくことができなくて、新規の方の体験レッスンが少なくて、なかなか利益を出すほど一度に生徒さんが集まらなかったことです。そして大好きな仕事をずっと続けて生涯現役で仕事をしたいと思っていたんですけれども、このままでは続けていけなくなるんじゃないかと思ってかなり心配をしていました。高橋貴子先生をコンサルタントとして信頼しているポイントは、やはり自分がご存知なことをお聞きすればすぐにパッと教えてくださることです。例えば一番最初にお会いした時に、一般の SNS 集客セミナーに参加したんですけれども、その時に結構質問をいろいろしていたらですね、セミナーの後にちょっと声をかけてくださって、ほらスマホでこんなに簡単に動画が撮れるのよっていう風にパパッと見せてくださって、使いやすいソフトも見せてくださったんですね。それですぐにもう自分でそれを使えるようになってしまって、ああこんなに簡単に人に自分が知っていることを教えてくれるんだなと思って、とても信頼ができる方だなと思いました。高橋貴子先生のコンサルティングを受けてみようかなと思った一番のきっかけは、まず最初にセミナーを受けた後に、わあすごくいいなと思ってメルマガを撮っていたんですけれども、それが延々とこう続いてきたこと、まあそれもあります。まあそれよりも一番大きかったのは、メルマガを撮っている間にですね、今度は今まで企業の方のコンサルティングのアカデミーをしますよというような話だったんですが、メルマガでこれからすでに開業して長い先生の集客のことなんかもちゃんとカバーをする新しいアカデミーが始まりますよというご連絡をいただいたことでした。それまで最初に先生のセミナーを受けてからメールマガジンを撮っていたんですけれども、1年経っても2年近くなってもずっと続いてきてるんですね。それでその内容がとっても実際に実践のビジネスで役立つ内容だったんで、ありがたいなと思って拝見していたんですけれども、やはりそれがあったから、あこういう方から習いたいなとも思っていたし、そういった今度から企業の方ではなくって経営改善の今まで長く教室をしていた人も対象にアカデミーを行うことになりましたという、まあ、お知らせを受けた時に、もうこれはすぐに受講しよう、そう思ったのが一番のポイントですね。たださっきも話した通り、やはりそれまでにずっと読む人の役に立つ、経営に役立つメールマガジンをずっと送っていてくれたことっていうのが大きかったようにも思います。貴子先生のおすすめの最大のポイントというのは、やはり人とのご縁を大切にしてくれることではないかなと思います。貴子先生は相手がどんな人であっても、例えば私が久しぶりに会う受講生だったとしても心よく受け入れてくれて、お話をいろいろ聞いてくださって、そして温かく迎え入れてくれました。時間が経ってもご縁というものをとても大切にしてくださる方なんだなと思って、本当にありがたいと思いました。そしてその後も実際にアカデミーに入学してから先生の指導を受けながら、いろいろ困ったことがあるとまたご縁を結んでくださるということが非常に大きなポイントだと思います。先生とお会いしたことだけでもすごいと思うのですが、ちょっと困ったなと思うことがあると、
先生がそれまで多くの人々とのご縁を大切にしているおかげで、またいろいろな人たちとつながっているから、いろんな方々を紹介してもらえたんですね。例えば先生のアカデミーに入る前から、私は自費出版でテキストを出そうと思って6年もなかなか進まないで困っていたんですけれども、相談したらすぐに他の先生の門下生のお教室の先生の中から、ライターをしているという編集に長けた先輩をパッと紹介してくれたので、その方にお願いしてすぐに出版が実現するということになりました。これは大きな驚きでした。それから経理のことがなかなか進まなくなってしまって、どんな人に頼んだらいいかなと思っていた時に、税理士さんの相談をしたら、これもパッとご紹介してくださったので、あっという間に確定申告の悩みが解消してしまいました。これもすごいなというふうに思いました。それからその他にもたくさん、困った時にはいい方を紹介してくれて、 IT のことでもしっかり、ホームページをどういうふうに改善したらいいかなということでも、またそういった方面のプロの方を紹介してくれたり、もう本当にどんどんいろんな人たちをつないでくれて、さらにこれから豊かに仕事をしていけるような土壌を作ってくださったということに非常に感謝しています。そして今までなかなかうまく進まなかった、自分が持っていたレッスンのラインナップ、ごちゃごちゃになっていたのもきれいに整理してくれたので、今までどうしようかなと思っていた薬膳のコースレッスン、これを思い切って一本のしっかりしたコースに絞って見たところ、大丈夫かなと思ったんですけれども、予約が入るようになって、先生のシナリオ通りにやっていけばちゃんと結果が出るんだなということをまさに肌で感じているところです。これからも先生にしっかりついて、世の中の人々に役立ついいレッスンをしていきたいと思っています。